2023年6月23日、沖縄。この日、多くの人々が戦没者の追悼と平和を記念する平和の礎を前に祈りの時間を過ごしていました。今この沖縄戦の痕跡が残っているのは、こういった緑の川みたいに見えるの、こういうの、これを未開発の緑地帯と呼んでるんですよ。でこれはほとんど開発されてこういう状態でしか残ってないんです、この中でこういった川みたいに見えるのはこれ崖なんですよ、崖だもんですから開発しようがないというか、畑にもできないということで残ってるんですけども、しかしこの崖は沖縄戦の時にはガマもあるし防空壕もあるし、ほとんど使われてるとこなんです、私たちが今沖縄県に陳情を出しているのは、この南部の未開発の緑地帯を沖縄県が買い取って県有地にしてほしい、保護するため、これは戦没者遺骨の保護と、それから沖縄戦の継承っていうか、それをこう目的にしてっていうことね。そうですね、それをこうふるさと沖縄県の予算の持ち出しではなく、ふるさと納税で入れて資金を集めて、それを財源にしてっていうことですね。ここがその現場ですか、今。はい。お遺骨です。すいません、今日も多くのマスコミって新聞社の人たちを連れてきました。皆さんの苦労を多くの人に知ってもらいたいと思っています。大腿骨、大腿骨、上腕骨、これは。この場所は他にもご遺骨がこの流れで見つかってるんですか。そちらの下にもあります。ここですか。で多分別人、この距離からしたら別人になると思います、はい、この隙間に隠れてたってことですよね。そうですね。ここは銃弾とか薬莢とかは出てきますか。それが出る深さまでまだたどり着いてないです。この白いのは、白い石っていうのは我々が裏返した石です。なるほど。ここは全部石が埋まってたんですよ、ただこの石の隙間からライト照らして覗いたら一部が見えたんで、それで石をどけてどけてってやったらがここまで、でこれもまだ掘ってはなくて石をどけた状態で、それでこの状態なんですか。はい。そこの骨は焼かれてますね。あ、解放者されてるんですよ、ここ。その焼けた骨はこの岩の石の中にポコッとあった感じなんですか。まだここら辺、これもそうですし、これもそうですし、ここら辺遺骨ですよ。周辺からは他にも多くの遺骨や遺品が見つかっています。なんと、あ、ここはお茶碗とかも出てきてるんですですね、民間人もいたんですね。それ頭蓋骨の破片なんですよ。焼けてます。頭蓋骨焼けてる、なんかこの辺もすごい燃えてますね。これ実はそこに頭蓋骨の破片いっぱいあるんですよ、
これ火で焼かれてるっていうのは、これもあの一部生焼けっていうか、こっちはあまり火が当たってないっていうか。で、あと日本兵の軍服の上着のボタンで、それからこれはあの日本兵の防毒面のそのマスクを顔にくっつけて、両紐をこうピッて引っ張ると、ピュッてこう密着させて緩まないようにするため の、 あのバックルなんですよ。バックルで、あとですね、これ民間人もいるな、民間人の方じゃないかなと思ったのが、歯が出てるんですけども、この歯がですね、あのものすごいすり減ってるんですよ。これはあの、どこに当たるかな、1234、科学の5番かな、高齢者ってことですか。はい。で、軍用品も出てるけど、しかし歯はお年寄りということは兵隊年齢ではないはずです。粉々になってるのはなんだろうね、だからね、解放者の後に爆破されたり、手榴弾放り込まれてるっていうふうな風に見ればいいのか。なるほど、まあ、自爆したのか、自爆したところにこう火炎放射器入れられてるのか。でもあのできればこう、そのなんていうので収容できる遺骨は収容してこう遺族に返したいっていうのと、それからできれば少しでもこう次世代にもこういう状況っていうのを理解してもらいたいなっていうのもありますよ。あのここはその未開発の緑地帯はこういう状態なんだって示すいいサンプルっていうか場所だなっていうことで、それでこうその未開発の緑地帯には遺骨が残ってるんだよっていうふうに、それをこう多くの、まあ、メディアに示して、だからその未開発の緑地帯は保全して次世代に伝えるべき場所だよっていうふうに、土地開発っていうかさ、畑にするためにこう大規模にやってはいるんですよ、土地改良っていうふうに、でそれを何て言うのかな、止めるべきかっていう時に糸満市もやはり利用できるものは利用したいっていうふうに、でもこの残してくれっていうふうな声を上げるのっていうのはあんまりいないと思うんですよ、少数者っていうか。でもこの少数者の意見っていうのは、私はこれはあのなんていうのかな、封じられるべきではないし、遠慮する必要はないと思ってる、だからせめて残っているところはっていう感じですよね、だから確かにね、なんでも沖縄自体でも全部そういうの開発やり尽くした やったんだろうっていうふうに、今までそうだったけども、しかしこのなくなるっていく状況でもって、その価値に改めて気がついたんだっていうふうに、せっかく残ってますからね、これをなくしてしまうっていうのは、戦争があったっていうことをなくしてしまうのと一緒なんだっていう、だからあの気がついた時がスタートだって言ってるんですよ、今も日の当たらない場所に多くの遺骨が眠っています。勇ましく響く軍備増強の声に大切な声がかき消されていないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。